こんにちは。ウィンザーラケットショップ横浜店の斉藤です。こんにちは、ナビゲーターの三島です。本日はライバル対決ということで、はい、最近ストリングスのライバル対決ちょこちょこやりだしておりますけれども、はい、今日は何と何をライバルでしょうか。はい、はい、こちらの、まあ、一番ポリの中でも人気のある RPA ブラスト、はい、ブラスト、はいはい、ナダルの、はいはい、とこちらに迫ってきている、はい、ポリツアーレブン、うん、よく聞きますね。はい、もう売れてますね。こちらをライバル対決ということなんですけど、はい、ライバル対決と言いますと、メーカー様がまた我々が勝手に、はい、これとこれライバルなんじゃないかな、またあのね、うん、視聴者の皆さんからコメントいただいた中でこれとこれ比較してくれないかというものを、はい、お受けいたしまして、感覚だけではなくて、はい、実際トラックマンの数字を用いてどう違いが出るのかをお伝えして商品選びに役立てていただこうというコンテンツでございます。はい、今日はバボラの RPM ブラストと、はい、ヨネックスのポリツアーレブで、はい、やっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、では斉藤さんやっていきますけど、まず簡単に商品紹介いただいていいですか。はいはい、まず RPA ブラスト、はい、まあ、ポリといえば、うん、今このストリングって言ってもいいかもしれないです。うんうん、一時代ね、まあ、アルパワーもすごくポリといえばアルパワーっていう、うん、時代去っちゃったみたいな言い方しますけど、去ってはいないですけどね。はいはい、今でも当然貼られる方、はい、まあ、選手も多いんですけど、史上最強説でしたから私は。そうですね。はいはい、ただ売り上げっていう面で見ると、はいはい、今やっぱりアルパーが断然ポリの中ではもう1位です。はい、ブラストがね、あ、はいはい、ブラストが、はい、ブラストが、はい、ブラストが1位です。はい、僕に忖度といらない。八角形の形状っていうところと、まあ、シリコンコーティングをしているということで、うん、まあ、スピンの、うん、スピン系のポリとしても代表的なものだと思いますね。はい、私としてはもう黒といえばこれですね。そうですね。はい、もうナダルのストリングというところで、うん、まあ、やっぱり人気があるんでしょうね。はい、スピンもかかるポリの良さもあるというところ、はい、これに迫ってきているというのが、はい、で、まあ、この10年以上続いている RPA ブラストに対抗してというか、はいはい、ヨネックスのポリツアーレブですね。はいはい、でヨネックスの中ではスピン系のポリっていうと、もともとポリツアースピンっていう五角形の、はい、五角形、はいはい、糸がありました。はい、これもねすごくいい糸ではあったんですけど、はい、ちょっと回転かけて、まあ、張りづらいのもちょっとあるんですけど、うん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 、表面のコーティングっていうのがあんまりなくて、うんうん、ちょっとガットの滑りが良くなかったですね。良くないかなと。はいはいはい、まあ、今でも販売してるからあまり悪いことは言えないですけどね。まあ、はい、5より8の方が滑りが良くなるのは想像できるところなので、はい、まあ、はい、悪いわけではなくて、さらにスピンを強調したところがあるのかもしれないですね。形自体も八角形にするっていう、うんうん、八角形同士ですね。同じなんです、はい、ポリ同士、はいはい、そして、まあ、シリコンを使っている、はい、一緒ですか。はい、ただこちらの方は、ブラストがシリコンのコーティングしてますよっていうのに対して、はいはい、コーティング、はいはい、こっちは浸透させていいです。ということですよ、今急に思い出したんですけど、はい、V コアのバンパー、うん、グロメットにシリコンを含有させたのを使われていますね。はいはい、それと同じことだ。それと同じような感じです。あらら、今気づきました。はい、SIF 製法浸透してるんですね。浸透してる、はいはいはい、というところが特徴なので、うん、なるほど、まあ、ここの差がどう出てくるかなっていうのは思いますよね。じゃちょっといきますけど、その前に最初貼られること多いですよね、はい、この2本ね。多いです。はい、どう違いですか、貼ってる手元では。貼ってる感覚は正直そんなに差はないです、ね、硬さとか、はい、そういうのあんまりないですか。はい、どっちも別にすごく柔らかいポリですよっていう感じではないです。なるほど。じゃあ、手触り感とか貼ってる中で言ったらあんまり変わらない。変わらないです。はい、じゃあここで登場いただきますのが、成績桜ヶ丘での広志図ということでございまして、はい、お二人に打っていただいたものをトラックマンで皆様にご覧いただきたいと思いますので、はい、まずは加藤さんからいきたいと思います。はい、こちらです。はい、こちらが RPM ブラスト125、50ポンドで貼り上げて、はい、打っていただいております。はい、加藤さんはいつもレーザーソフトを貼られているというところでございますんで、はい、こちらがポリツアーレブの125、同じく同じラケットに50ポンドで貼っているということで、同じタイミングで同じ型が同じマシンで同じテンションで同じラケットで貼っていると、はいはいはい、ということでございました。じゃあスコアいきましょうか。こちらです。はい。はい、上がブラストの125、下がポリツアーレブの125。まずはスピード見ていきたいと思いますが、ブラストの方が高いですね。はい。はい、スピンに関してもブラスト。はい。はい、アングルは、うん、あ、ポリツアーレブの方が上がってる。はい、ポリツアーレブの方が高いところ通ってますね。クリアランスも。はい、距離は変わらず、ね。はい。ほぼ変わらず。はい。比べると、うん、前回
アスタリスタアーマードとブラスやったじゃないですか、はい、それと同じような数字っぽくないですか、はい、いやでも今回の場合はね、あの前回はナイロンとポリエステルの比較だったんですけど、はい、うんうん、ぐらいの差で数字的にはあんまり差がなかったじゃないですか、はい、ここもあまり差がないんですけど、今回結構ガチンコ勝負のポリ同士での対決なんで、でもスピンもスピードもブラストが勝っていると、うん、ると、これはもう大塚さん喜んでますよと。誰ですか、大塚さん、ミスターバーバラ、はいはいはい、そうですね、まあ見ていただくことがわからないですけれども、はいはい、少しの差ではあるけれども勝っていると、はい、でもスピードで5キロっていうのが結構大きいかなっていう感じがしますからね、はい、でも最初僕ちょっと嫌なこと見つけちゃった、見つけたコンシステンシーですね、はい、ブラストの方はちょっとばらつきがある数字になっちゃっていて、うんうんうん、全部の数字そうですね、そうですね、ポリッツァーレブの方が安定していると、はい、だこの差をスピンとスピードを強い方を選ぶ、ブラストを選ぶかコンシステンシーを選ぶかということと、うん、あとは加藤さんのコメントですよね、そうですね、はい、まあでも良さそうな、聞いてみます、聞いてみましょうかなんていうか、じゃあこちらでございます手元でのパワー感、飛んでる感というのはどちらに感じましたか、飛んでる感はポリツァレブの方が、ポリツァレブの方が、はい、こう初速があるような感じ、そうですね、ちょっと上がる感じがしました、なるほど、はい、回転という意味ではどちらでしょうか、回転という意味ではちょっと制御できる回転としてはプラスの方がかかってる感じがしました、なるほど、はい、はい、2つ比べるとどちらが柔らかい、また玉持ち感というか、はい、たわみ感はどちらに感じましたか、柔らかさとしてはやっぱブラストの方が少し柔らかく感じました、レブの方が少しちょっとカチッとした感触で、はい、その反発性がいいように感じました、なるほど、ということは、2つ比べて対象ユーザーも比べると、はい、レブの方が、まあ、ポリらしいポリ、ブラストの方がちょっと乗っかってる感そうですねあるというところですかね、そうですね、はい、加藤さんが、使わないといけないならば、はい、今ご使用なのがレーザーコード、レーザーソフト、ソフトから変えるとしたならばどちらでしょうか、はい、アルピンブラストですね、選ぶというところ、はい、まあ、こちらもちょっと柔らかさが出るから、柔らかさとコントロールはしやすかったなと個人的に思いました、わかりました、じゃあこちらに変わってるかもしれないということですね、はい、はい、ありがとうございました、また ということでございまして、はい、加藤さんは、レブの方が飛んでるという印象を持ちでしたけども、ね、はい、先ほどスコアから見るとブラストが飛んでたというところ で、うん、そうですね、これ打球間から来てるものなんでしょうね、うん、まあ、ちょっとボールが上がってるのがレブだったっていうのもあるんで、うんうん、でもスピードもブラストの方が出てるし、うん、なるほどですね、でしたけどね、うん、ちょっと加藤さんだけじゃなかなか素材、うん、なんですかね、条件素材的にはもう少し欲しいですね、そうですね、と、はい、いうことで顔はこっちが良かったけど、はい、そうですね、これ選ばれてます、不思議ですね、はい、はい、では、長尾さんの、はい、打ってるシーンこちらです、こちらが、はい、ブラスト125でございます、うん、ちょっとでも今度長尾さんが何貼ってるか聞いてみないと、日頃ですね、日頃、なるほど、はい、日頃クラッシュですからね、うん、はい、こちらがポリツァーレブでございます、同じ50ポンドで貼ってます、はい、はい、うーん、じゃあスコア見ましょう、はい、はい、こちらでございます、上がブラスト、下がポリツァーレブー、まずスピード見ましょう、はい、変わらずほぼこれ変わらないって言っていいですね、はい、加藤さんの場合はね5キロぐらいちょっと差が出たんですけど、ね、スピンレート、はい、おポリツァーレブの方が高く出ている、はい、アングルはブラスト、うん、クリアランスもブラスト、レングスもブラスト、うん、あれ、うん、加藤さんちょっと逆に出ちゃいましたね、そうですね、でしかも今度は安定性含めてもまたちょっと違った感じになってるし、
さっきと逆転してる。やっぱこれはお二人のスイング速度、パワー、またスイング角度によって出ている数字が違うんでしょうね。そうですね。今回はそうですね、ほぼ同じかなっていう感じはしますね。若干回転が多いぐらいですか。そうですね、はい、あのポリツアーの方ですね、はい、加藤さんはブラストは若干回転かかってた、うん、そうですね。あとコメント聞きましょう。はい、はい、行きます。こちらです。手元での飛び出し感、はい、パワー感、はい、どちらが飛んでるように感じられましたでしょうか。は、ポリツアーレブの方が飛距離がありました。はい、飛んでるような形、はいはい、では逆に、回転手元での引っかかり感というのはいかがでしょうか。はい、引っかかり感はブラストの方が少し良かったかなと感じます。ブラストの方が良かった、はい、じゃあ、スピードでいけばレブだし、はい、回転でいけばブラストかもしれない。はい、そうですね。はい、打球感としてはどのように違いますでしょうか。はい、やはりこちらの方が反発感、飛び出しがいいのでレブの方が飛んそうですね。はい、ちょっとこう、はい、少しこう、まあ、ある意味ポリの割には楽に飛んでってくれる感覚があるかなっていう、ね、なるほど。はい、はい、柔らかさ、はい、まあ、どちらの方がその体に対して負担が少ないかなという感じになった部分、負担の少なさもレブの方が少ないかなと感じます。はい、はい、対象ユーザーどうでしょう。はい、そうですね、レブの場合は少しこう反発感があるのでポリだけどもう少しスピード欲しいなというような方はレブの方が良さそうに感じますし、やはりそれでもしっかりこうボール、まあ、ハードヒットしてボールを収める方を重視したいという方にとってはブラストの方がいいのかなというふうに感じました。なるほど。はい、そうちょっと興味あるんですけど、長尾さんが使わなければいけないとしたのはどっちと、はい、少し反発欲しいかなというのでレイブを選びます。はい、助けてくれそうな感じですかね。はい、わ、はいはい、かりました、はい、ありがとうございました。はい、ということでございまして、はい、ポリツァーレブの方が、うん、まあ、やっぱり飛んでる感があるんでしょうね。うん、そうですね。それはやっぱこっちの方が引っかかるからなのかな。でもね、弾きがよく、2人とも一応選んだのとしては、うん、どっちが使いたいですか、うん、レブを選ぶという結果にはなりました。うんうんうん、はい、長尾さんは日頃、まあ、ナイロンを使い、うん、で、加藤さんはレーザーソフトですから、はい、どっちかというと柔らかめ。そうですね。はい、で打ってみたらこっちの方が柔らかく感じるけども、ね、はい、なんかこっちの方が爽快なんでしょうね。そうですね。はい、うん、なんかちょっとその打球感のところで皆様に伝わってればなと思うんですけども、うんうん、スコア的にはあまり変わらない。うん、そうですね、はい。どちらかというと、はい、勝さんもこっちがブラストが良くて、うんうん、本当ちょっとした差しかないけれども、はい、で長尾さんはこっちの方が良かったんですよね。はい、だからこれタイプによってちょっと違うのかな。で、うんうん、どういうタイプかっていうと、どちらかというと加藤さんの方が回転をかけていかれる方。うん、はい、長尾さんの方がどちらかというと乗せていかれるかな、うんうん、それぞれで良さとしては、加藤さんは回転かけに行くスイングをしているからブラストなのかもしれませんし、うん、長尾さんは乗せて打っていく、うん、まあ、推進力をというところではポリツァレブの方が良かったかもしれない。でもね、どっちも、うん、まあ、一番にまず求めることって、うん、まあ、あの長尾さんこれ弾きっていうお話をされてたんですけど、うんうんうん、まあ、この2つの方があって、はい、まあ、やっぱり一つの代表的にはやっぱりスピンだと思うんですよ。うん、そうですね、回転かかるかかからない、そう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 、かけたい方が選ぶっていうところですよね。はいはい、多分普通に弾きを求めるっていうと、うん、もっと細ゲージを選んでいくか、やっぱり丸ポリを選ぶ方の方がどちらかっていうとちょっと多いんで、そういう面でちょっとこうスピン比較をしてみたいなっていうところ、はい、スピンの性能としてはそんなにやっぱり差が出ないっていうのはなんとなくあったと思います。まあね、非常に形も近いしというところで、うんうん、そうですね。でもブラストはね、ちょっとだけ言われるのは、うん、やっぱりそのシリコンコーティングっていうところなんで、はい、張り立てすごくやっぱいいって言われるんですけど、はいはいはい、結構使ってって、うん、やっぱりこれも時間が経ってくると、うん、ちょっと滑りづらくなってくるかなって言われちゃうことはあるんで、じゃあこっちの方が滑りを長続き、うん、ね、これこのまま張りっぱなしにしといて1ヶ月後比較がもしかしたら、あ、ね、ずっと大変なこと言いますね、なっちゃうかもしれない、はい、張って何ヶ月後のライバル対決とかになっちゃうとこれ大変ですけども、まあね、本当はそこの時点でも張り替えてほしいんですけど、まあまあそれはそうですけどね、はい、うん、なるほどね、そういうところの差も出てくるのかもしれないけれども、うん、というところです ね、 で、 すね、はい、でもやっぱり皆さん気になるところでしたけど、うんうんうん、ね、2人とも一応張りたいのはレブということ、うん、新色も出てますし、うん、ミントね、はい、今回もミントでちょっとやってみましたけどね、いや、ここちょっと難しいところではありますね。ただこれを正直にお伝えするのがこのライバル対決でございますので、はい、非常に近しいの近しい、うん、ただちょっと打球感がやっぱり違うというところと、ね、スコアもタイプによってはちょっと違うところが出てるので、うん、ご自身がどちらの方が合ってるかなというところで、まあ、うん、使い比べていただくのが一番いい。そうですね、はい、だこれ違うブランドですけども、うん、この2社合わせて、そうですね、はい、これまあね、発売からまあ3年ぐらい
でブラストが10年ちょっと経ってるっていうところなんで、まあ進化系としてはまあブラストラフとか出てきてるんですけど、やっぱりもう、なるほどね、新しいものっていうのもどんどん出てきてほしいかなと。これをキキとセットっていうことで発売されてはいかがでしょうか。そうですね、キキポリセット、なんかそういう、ね、お酒じゃないけど何種類か組み合わせてやりたいなと思います。だ微妙さだけどだからこそ楽しいんではないかなというところではありますので、はい、ぜひぜひお楽しみいただければというところですね、はい、でもね、またなんかこう比べてほしいストリングとか、うん、はい、ちょっとコメントで書いておいていただければ、はい、いっぱいありますけどね、はい、はい、我々も、はい、ポリウレタン系もちょっとやりたいですし、はい、というところでは、はい、今後ね、あのラケットだけではなく、はい、ストリングスのライバル対決もどんどんやっていきますんで、はい、もしこんなものを比較してくれということがございましたら、うん、書き込みをいただいてということでございます、はい、はい、今日のライバル対決は、はい、バボラのアルピンブラストと、はい、とこちらヨネックスのポリツァーレブ、はい、ぜひ参考にされてください。ありがとうございました。ありがとうございます。